喉？確かにちょっと違和感あるけど、喉って元から喋るためのもんやろ？そう、そうだな。仕事はどうや？良いミヤちゃん、俺の読み通りやっぱり来たね。用件は言わなくても大丈夫。花火の材料を探しに来たんだろう。良いミヤちゃんのために一袋残しといたよ。これだけあれば足りるはずだ。え、ほんま？なんでわかった？花火大会の時期になるといつも材料になる鉱石について聞き回ってるだろう。毎年花火の追加注文を受けてるし、だからもう慣れっこさ。そっか、いつもありがとうな。気にしないでくれ。たとえ商売はやめても、よいみやちゃんの頼みは断らないよ。それで、こちらの2人が今回の注文者？気にしないでくれ。別に問題ないさ。俺が息子と喧嘩したとき、よいみやちゃんがあの子をなだめてくれたんだ。俺は息子と話すのが下手でね。よいみやちゃんじゃなかったら、今頃あの子は家出してたかもしれない。そんなことあらへん。あの子繊細やから、森彦さんのことめっちゃ気にしとったで。ただ、あんたとの接し方がわからへんだけや。もうちょいにっこりしてみたらどうやろ。Überall so süße Figürchen。息子さんも緊張せんで済むと思うで。そうか。普段から厳しく接しすぎてたのかもしれないな。外で他の人と話すときはもう少し柔らかくできるのに。そう思い詰めんといて。誰にだって得意不得意はあるさかい。また似たようなことで困ったらいつでもうちに相談してな。花火の注文やなくてもかまへん。お客さんは神様やから。ああ、そうさせてもらうよ。みんながよいみやちゃんを褒める理由がわかる。龍之介さんも鼻が高いだろうな。鉱石は持って行ってくれ。モラは払わなくて大丈夫だ。え、あかん。絶対あかんよ。かまわんさ。俺からの礼だと思って遠慮。せやけどお借りができても。商売には商売の掟があるやろ。横困らせんといてな。そう言わずに受け取ってくれ。まだ仕事があるんだろ。Hey, vielen Dank für deinen Host. モラの代わりに。Für deinen Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. 今度花火を割引したる。お前って子は本当に。なら、よいみやちゃんの好きにするといい。Cedric Seller. お父さんにもよろしく伝えてくれ。これからも体に気をつけて花火を楽しませてくれって。ああ、森彦さんも仕事ばっかりしてへんで体に気をつけてな。 Und einen guten Morgen an alle。 よいみや、人気だな。 Hello。 Danke für den Raid。 同じことを前にも言われたことあるで。 Hattet ihr einen schönen Stream。 うちが何でも手伝ってくれると思っとった人もおったわ。せやから待ち、こんなん花火屋の仕事やないやろって言い返したんやけど、みんな全然聞いてくれへんのや。仕方あらへん。まあ気にするほどのことでもあらへんしな。とにかく鉱石は手に入ったし、あとは職人さんに加工してもらおうか。材料の問題はこれで解決やな。ナイスナイス。Ich bin in Inazuma tatsächlich auch noch nicht so weit.Ich habe jetzt ein bisschen länger pausiert mit dem Game und versuche jetzt gerade Inazuma so ein bisschen aufzuholen. Aber da kommt auf jeden Fall noch einiges. Hat auf jeden Fall nochmal Bock. Also gerade für die ganzen Story-Events und so will ich auf jeden Fall noch durchzocken. Und dann kommen die Events und keine Ahnung was.Ein halbes Jahr war es bei mir nicht, aber relativ lange. Ich habe immer nur so die Hauptstory gezockt. Und da muss ich jetzt zumindest mal wieder auf den gleichen Stand kommen. Doch, ja, 花火
いの時期にヨイミヤが忙しいのはみんな知ってることみたいだな。悪いけどちょっとだけ待っててくれる？Aber so ein paar Monate, sag ich mal, wo so nichts Neues mit der Hauptstory kam, war ich halt auch weg. Eigentlich so von Mai bis. Mai bis August, oder? Mai, Juni, Juli, August. 4 Monate. Ungefähr, ja.まだ完成してへん花火がぎょうさん残ってるんや。もし間に合わへんかったら。相変わらず口うるさい小娘じゃ。雨の魔流では全身全霊の力をもってして鉄を打ち続けるため忍耐を必要とする。焦って打てば刀に悪影響を与えてしまう。よそ者が隣で催促しても初めの心を乱すのみ。Alles klar. Vielen Dank und wir sehen uns bestimmt nochmal. じゃから、鉱石はわしに任せろ。お前は仕事に集中するんじゃ。師匠自らですか？そう、大声を出すな。今はこれしか方法がなかろう。おおきに、先生助かるわ。気にせんでよい。長野原花火大会がどれほど重要なものか、わしもよう知っておる。龍之介にも世話になっとるしな。虫はできん。Das Feuerwerk ist hier so ein richtiges Geschäft, ne? 今後はもっと計画を立ててから行動しろ。毎度騒ぐしくてかなわん。気ぃつけるようにするわ。これからはもっと材料を用意しとく。小娘が気をつけたところで。たかが知れとるが、とにかくそこで少し待ってろ。さすが先生、この粒の形とキメの細かさ、うまいこと言葉が見つからんけど、すっごい綺麗やわ。久しぶりに道具を手にしたチュンに、この手際の良さ、さすがや。当然じゃ。生涯かけて学んだこと忘れたくとも忘れん。ずっと昔から天目流と長野原花火大会は協力し合ってきたのか？最初はわしの師匠と龍之介の父親じゃった。代が変わっても花火に必要なものは変わらん。はじめこれからはお前がこれを作ることになるぞ。はい、分かっています。ダメ。私は邪魔せえへんように退散するわ。花火見に来てな。よーし、行くで。次は高一んとこに戻ろか。まだ戻ってへんかもしれへんけど、先に行って待っとか。Er ist voll am Schuppen, während wir hier am Reden sind. Der Schmied.やっぱ戻ってへんか。まあ、あんたと話したかったし、ちょうどええか。うちの付き添いで走り回ってくれてありがとうな。みんな優しかったさかい、順調やったな。ああ、ちゃんと話す機会がなかったし、ちょうどいいかもな。Es war schön, einfach nur leise zuzuhören. うちのことばっかで。あんたらをほったらかしにしてた感があるやろ。Also die Sprüche zwischen dem Hauptcharakter und Payman sind immer on top, ne? 初めて会った時もお互いてんやわんやしとって喋る暇あらへんかったし。Man merkt richtig so die Beziehung zueinander, das ist einfach mega. 来る前はどんなとこ旅してたん？なあ、規則みたいなんがほぼあらへん国やろ。一人一人が思うままに楽しく生きていける場所やって聞いたことある。
父ちゃんが昔常連さんからその国のお土産をもらったことあるんや。ふぅ、なんちゃらワイナリーって。ワインケラライ、あかつきワイナリーだな。ダンディライオン酒が有名なんだ。せやせや、父ちゃんがあんな喜んで酒飲んどる姿そう見たことあらへん。あの日は一晩中うまいうまい言うとったわ。友達から聞いた話やけど、志を持った者だけが旅に出られるらしいで。その目的は風景を求めるためだったり、今のは saufen。あんたらは何のために irgendwas illegal am machen。稲妻まで来たんや。oder essen。あと、失った家族を探すためだ。神様が原因で家族と別れたん？そうやったんか。辛かったやろ。そっか。ほんまはずっと稲妻に残ってほしかったんやけど、そういう理由ならしゃあないな。稲妻は他と違うて永遠を求める国や。つまり何事もなく穏やかなまま平凡な日々が過ぎていく。これのええとこは疲れた人にとってぴったしの休憩所になるってことやな。これじゃちょっと分かりにくいか。うちはただあんたが疲れてもうて道半ばで初心を忘れてまうんやないか心配しとるんや。でもそれはしょうがないことだと思うぞ。疲れてる時は何やってもうまくいかへん。definitiv。 遊びに行っても楽しないやろ。うちの友達に冒険者がおるんやけど、その子から教わった言葉で、ゴールだけを目指して走っとると道中の出会いや感動を無駄にしてしまうっていうのがあるんや。Auf jeden Fall, ね。大丈夫や。うちが負担を軽くしたる。きっと楽しなるで。最後はここを去ってまうかもしれへんけど、素敵な思い出が残るとええな。Gibt es Feuerwerk? で、家族が見つかって旅を思い返したとき、稲妻が家にぴったしやって思ってほしい。あんたらに送る花火の色や構図も思いついたで。でもまだ内緒にしとくわ。よいみや、待たせたな。船はあそこだ。ってあれ、話の邪魔しちゃったか。ええ、にそう、ゲーシッシュ。こいち。そっか、じゃあ行こう。あまり目立たないようにな。でもコソコソするんじゃないぞ。逆に疑われちまう。雷雨にも耐えられる船ってことはかなり丈夫なんだよな。もちろん、質なら安心しろ。だっただだっただ。ちょっと今でファイルタスだっただ。一応これでも俺が用意できる船の中で一番でかいんだ。稲妻で最も頑丈な木材を使ってる。こいつであの雷雨に挑むのは危険だろうな。これは最後の手段や。うちかて作次郎をこれに乗せるんは心苦しいしな。にしても光一、また腕を上げたんやないか。勘弁してくれ。全部仲間たちのおかげさ。バレないようみんなで作業を分担して夜にこっそりと組み立てたんだ。大きさはこれが限界。これ以上大きくしたら天領奉行の目をごまかせなくなる。わかった。ほな船は一旦ここに隠して、うちらは作次郎にこのことを伝えてくる。だんだん不安になってきたぞ。こんなことしたらお前も共犯扱いで天領奉行に追われるんじゃないか。せやからなんや。この件に手貸した時から心の準備はとうにできた。うちはシャブ業とよう協力しとる。稲妻で何らかの行事をやるって時は他の二つの奉行も依頼してくる。
おとなしくしとけばそうちょっかいは出してこうへんよ。それに共犯言うたらあんたらも行さん手伝ってくれとるやん。そうだな、今さら抜けたって手遅れか。わ？おお、経験者やったんやな。心配しとったけど杞憂やったようや。アブソルートや。今回はほんまにありがとうな。感じでドクター花火ももう完成してるから、ドクター出会いとるときに取りに来てや。ついでに父ちゃんから船の代金もろといて。もらならいいって。それにお前にもらを支払わせたなんて姉さんが知ったら俺が怒られるだろう。姉さん、うちが説明したる。うちも父ちゃんから聞いた話なんやけど、昔稲妻にとある紹介があってえらい盛んやったそうや。当時同じ時期に子供が十数人生まれてな、その子らは幼い頃から親に商売を叩き込まれてきた。みんなえらい仲良しやったらしい。ほんである日みんな独立して新しい生活を始めたんや。でも商人やからあちこち行かんとあかんやろ。そのうち会える時間がどんどん少なくなってもた。そして一番上の兄さんが提案したんだ、別れる前に一緒に花火を見ようって。みんな高い志を持っとって、商売に自分なりの見解を持っとった。だんだんとみんな稲妻を離れてって残ったのは高一だけになった。全員揃うんは無理やけど、誰か一人でも帰った時は花火を見るんが恒例になっとる。ああ、親しい人でも長く離れていると壁を感じるようになる。それは仕方のないことだ。でも一緒に花火を見上げてる時は一瞬だけ子供の頃に戻れた気がするんだ。あ、わさらせつみつぶ。俺たちにとって永遠に変わらないものなんだよ。なるほど、よいみやが前に言ってたお祝いってこういうことを指すんだな。そうや、せやからみんなの花火への期待を裏切るわけにはいかへんのや。ほな、作次郎が待っとるしそろそろ行こか。小一、船のことありがとうな。ええ、俺もここから離れるとするよ。そういえば高一が紹介の友達を紹介してくれるたびに子供の頃のうちと遊んだって言うんやけど。そう、小さい頃のことやし、それに人数が多すぎてよう覚えてなくて。 Wir kommen ganz gut voran。 ほんである日高一がまた見たことない友達を連れてきた時、ついこう言うてもうたんや。せや、昔遊んでくれて抱っこしてくれたやろって。船は用意できたで。場所は地図に印つけといたから確認しといてや。うん、でもせっかく帰ってきたんだ、もう逃げたくない。それに小舟一つで雷雨に挑むのは無謀すぎる。せやけど天領奉行に捕まっても結末は遅かれ早かれここにも天領奉行は来る。悠長に捨てられへんで。すまない、本当に奴らがここまで来たら早々に逃げるよ。君に迷惑はかけない。謝らんといてや。万が一の状況になってもうちがどうにかしたる。ほんまに天領奉行に追い詰められた時は迷わず船へ逃げるんやで。うん、絶対に捕まらないようにするさ。でもこのままじゃ稲妻に帰ってきたのはとんだ無駄足だ。こうまでして稲妻に帰ってきたのにはなんか理由があったのか。昔の僕は稲妻が嫌いでこの国を離れたんだ。でもそれは責任から逃れるためだった。そのことに気づいてからずっと心がモヤモヤしててね。Also momentan ist ganz schön Impact eher ein Film, ne? いや、もう手遅れなんだ。心残りを埋めようとした結果がこのありさまってわけさ。そっか、おいらたちがもっと早く相談に乗ってれば。ほんま、鎖国なんてなければええのに。
大丈夫や、せかしたりせえへんから。あんたが決心するまでもうちょい時間を稼いだる。天領奉行、天領奉行が邪魔せえへんかったらどうにかなるのに。あ、嘘や、常連さんの中に老夫婦がおったな。確かそこの息子さんが天領奉行のお偉いさんやった気が。とりあえず会いに行ってみるか、どうにかなるかもしれへん。でも通報される可能性もないか。心配あらへん、めっちゃいい人やから大丈夫や。あんたは部屋に隠れとき、うちらがパパッと行ってくるさかい。さあ急ぐで、時間があらへん。あかん、まだ花火と花火の材料と注文が今日さん残っとるんやった。父ちゃん、父ちゃん。Synchro einfach weg. Da war die Synchro wohl weg.